今回は高校の情報位置の教科書に載っているノット検索について説明していきます。ノット検索とはキーワード検索をする際に調べたい情報から除外するキーワードを設定する方法になります。例えば野菜について調べたいときにカボチャの情報はちょっといらないなってなったらこのノット検索を使います。 実際に検索窓に入れる際は、野菜と入力した後、スペースを空けて、マイナスをつけてから除外したいキーワードを入れて検索します。こうすることで検索結果からカボチャが入った結果は、えー、除外されます。他の検索方法として、アンド検索やオア検索といったものがあるので、えー、もしよかったら自分で調べてみてください。